2012年のロンドンオリンピックと2016年のリオデジャネイロオリンピックで5000メートルと1万メートルの2冠を達成したイギリスのモハメド・ファラー選手が少年時代に人身売買の被害に遭って不法入国していた過去を明らかにしました。これは BBC 放送が11日に報じたものです I was born in Somaliland, north of Somalia, as Hussein Abdi Kahin. When I was four, my dad was killed in a civil war. You know, as a family, we were torn apart. I was separated from my mother, and I was brought into the UK illegally under the name of another child called Mohammed Farah. 39歳のファラー選手は9歳の頃にジブチから見知らぬ女性に親戚と暮らすためと説明されてイギリスに渡ったということです本名ではない現在の名前を使った偽造旅券で入国し家事や育児を強制され働かされたことなども告白しました

私は走れたことで本当に救われたと強調しました。